おはようございますすククラシックギタリストの高橋義太です、まあ、私は最近ですね、まあ、テレビ特にニュースやワイドショーはこう見ていない見ないようにしているのですが、えー、昔はね、えー、ニュースぐらいは見なさいと、ね、くだらないバラエティ番組を見るくらいだったらニュースぐらいはちゃんと見なさいとかね、えー、新聞はちゃんと読みなさいなどとこう言われてきたのですが今はですねむしろ逆ですね、えー まあ、毒にも薬にもならない、ねえー、バラエティー番組を見ていた方が、えー、もうが間違いなく洗脳されるこうニュース番組、えーバラえー、ワイドショーを見るくらいだったらまだマシかなというような感じでもう逆転しています本当に、ね、今のニュースはむしろ見ない方が私はいいと思いますいやだってニュースを見ないと世の中の流れがわからないじゃないかと。 いうような反論されるかと思いますがそういう方もいらっしゃるかと思いますがニュースで語っているのは世の中にあるたくさんのことのほんの一部をさらに、えー、と色眼鏡をかけてテレビ局が、えーねまあ、非常に、ね、色眼鏡をかけた状態で伝えていますある意図を持って伝えています、まあ、それはです、ね、結局視聴率を上げたいので人々に恐怖を煽っていると。 いうことが言えますこれは今年に限った話ではなくてもうずっとそのような手法が取られていますあの私としてはあの本当に平気でこうニュース番組をこう見れる人の,その精神のタフさが本当にすごいなというふうに思うのですが例えばですね朝気持ちよく起きてさあ今日も一日頑張るぞとやってパチンとテレビをつけます。 そして朝6時のニュースを見ます。どうですか朝の、まあ、朝だけじゃないですけど、ニュース番組のトップニュース、一番目のニュースって、簡単に言うと、いいニュースですか悪いニュースですかまず、もうほとんどの場合、えーと、嫌なニュースから始まるはずです。事件性のあるものとか、えー、と人をあの恐怖心に陥れるようなニュース。いいニュースから始まることってほとんどないと思います。 でああいうニュースをねまあ夜でもそうですけど特に朝ですねさあ、今日も一日頑張るぞという時にね見ていい気分にならないですよねでもこれは世の中の流れだから見なくちゃいけないんだってそこまで気分悪くしてまで見る必要ってありますかね私はそこまでのニュースではないと思います大体まあ今の時期だと感染者数が何人になりましたと いうニュースから始まってるんでしょうけれどもそれがあなたの人生にとってだから何なんでしょうか、ねうん、それが、えー、と増えたからといって今日の人生あなたは何か行動を変えなくちゃいけないんでしょうか、うん、私からすればもう今日やるべきことというのは私の中にあってです、ね、感染者数が何人だろうととにかく今日やるべきことにもう集中したいわけですよ、ね、今日このギターの練習をしたい今日この本を読みたい 今日は絶対にね、エロも乾燥してやるとかね、もうそれで頭がいっぱいなんですよ、もう集中力、ものすごい集中力で、もう朝からこう、やることに対して、こう、意識を向けていかなければいけないわけですよ。その時に感染者数が何人なんてのは、はっきり言って、もうどうだっていいことであって、まあ、そのデータすらもうさらにね、あの、捏造されているというのが、もう最近では、もうあの、情報を調べれば、あの明らかにこうなってきています。 例えば、えーとまあえーと、どのような症状を持っていても多少でもその今時のの、ね、ウイルスの、えーまあ、検査で陽性反応が出ればもうそれの患者にしなさいということになっています。まあそれえー、例えば、ねあのまあ、去年まであるようなインフルエンザってあるじゃないですかインフルエンザのウイルスを持っても持っている。でえー、今時の えと新型のウイルスも持っている、両方持っている、ね、それで PCR 検,検査の結果、ですねその陽性と出たら、はっきり言ってインフルの方の症状が重い人でも、その新型ウイルスの患者にしなさいということになっています、ね、だからもう、できるだけその新型ウイルスの患者数を多いように、まあえー、とデータを作りなさいというふうに、もう厚生労働省では指示、えー、しています。 うん、でお医者さんの方もえう、ー、も同じ患者さんを扱うにしてもただのインフルじゃなくて新型ウイルスの患者さんというふうにした方がえっ、ー、が助成金が3倍近くかな多くもらえるそうですだからとにかく、えー、とできるだけお医者さんも、えー、厚生労働省もその新型ウイルスの、えー、陽性者数患者数を増やしたいという意図があります。ね で、そのできるだけ水増ししたデータを今度はテレビに伝えます。しかも、私のチャンネルでも言いましたけれども、その検査は、えっと、100%正しいということはありえません。どんな検査でも、えっと、ミス、えっと、陽性者を陰性者、陰性者を陽性者というふうに言ってしまうことはあります。えっと、まあ、私のね、チャンネルでは、陽性者を まあ、えー、間違ってしまう、間違ってしまうの99%などと言いましたけども、えっ、ー、と、実際は80%程度の、えっ、ー、と、かなり、まだまだ質の悪い検査のようです。今回の、そのアルファベット3文字の検査というのは、出たばっかりですから、まだまだ精度は悪いそうです。だから、あのー、おそらくこう、テレビで言っている、 えー、患者数、感染者数ありますけれども、本当に純粋に、えー、とあのウイルスだけの、えー、陽性者というのは、本当に10%は行ってないはずです、うん。本当に数パーセントしか行ってないはずです。ねえー、しかも死者数はあの大したことないと。ね、1%も行かないと。ねえーそ,まあ、そんなことよりも、えーと ね、口を布で覆って、酸素不足にして、体を、まあ、酸化状態、サビですね。体にたくさんサビを作ると。活性酸素というサビをたくさん作ると。それで免疫力を落とすと。免疫力を落として、えっ、ー、と、ガにかかりやすい体にすると。ね。あるいは、えっ、ー、と、本当に、えっ、ー、と、 もう今アルコール消毒とかやり,ちょっとやりすぎじゃないかなと思うくらいやりすぎていると菌を全く寄せつけないような生活様式になってしまっていると、ね、昔は子どもたちというのは、えっと、ドロンカ遊びとか川遊びとかたくさんやってたんですけども今、もうそんなことやったら親が怒っているという方程は実際あるようです。うん、でもそうやってん まあ悪い、倍菌も取り入れることによって菌に打ち勝つ体を作るというのは昔はしていました。でも今はしていません。だから本当にちょっとでも菌が入ってきたら戦えない体になってしまっています。免疫力が確実に落ちます。ね。えー、まあそのような生活で本当にいいのでしょうかと。ね。えー、今の新しい生活様式というのは私は間違っていると思っています。免疫力が落ちます。 またピーポーピーポーとなっていますけれども、えーとまあ、あの皆さんの方ではないので安心してください、えー、と続けますねだからあの、まあ、なんでしたっけ、えー、とすいません、えー、とだから口を布で覆うことですね、はい、すいません、戻します口を布で覆う生活を続けるととにかく酸素不足になります酸素不足になると脳細胞も減ります ね、免疫力も落ちますがんにもかかりやすくなります、ねうん、本当にそれでもいいんですかと、ね、いうことを言いたいですしかも、まあ、今のウイルスに対してはあまり効果がないとあの実際大体の方これは分かっていると思うのですがマスクの網目よりも、えー、ウイルスの、えー、粒の方が小さいですから例えて言うならば、えー、外線網を人が通るくらいの感じです。 マスクの編み目というのは媒染門、人というのはウイルス、そう思っていただければいいです、それくらいえ筒抜け状態ではあまり意味のないものです、ね、意味がない癖せしてえ酸素の摂取量は減ります、ねで、飛沫防止と言いますけれども、えーまあ、くしゃみを実際に、ね、すると今度、自爆しますよね、自分でその菌を、えーと、その布の中は高温多湿状態ですからさらに菌が増えます、きったないです。ねそれを 自自分で吸うんでんすすからこの自爆しますつまり自分が、えー、何らかの、ね、病気に今度かかりやすくなります、ね、しかもそのいずれ乾いた菌というのは、えー、結局は、えー、布の,あの間をすり抜けて外に出ますからあまり結局意味ないということになります、ね、だからもうあの落ち着いてね行動してほしいなと思うのですが、まあ、前置きが長くなりましたけども えー、テレビというのはですねとにかくそういうことを調べればたくさん出てくると思うのですが、えーとまあ、そういうことを紹介している YouTube のチャンネルありますので概要欄にもこう載せさせていただきますのであの非常にあの丁寧に作られている素晴らしい動画ですのであの時間のある時にぜひ見ていただきたいなと思いますけれどもそのうちのいくつかをちょっと。 私の方でもピッカーシックしましまた例えば、えー、とご覧になっている画像一番大きいところですけれども、えー、不安、人手の増加で問題視、気の緩み、総力分析と,、えーとね、なんかゴールデンウィーク明けになって気が緩んで人が出ている何事だということを言ってるんですがこの映像、ねえー、と5月の映像だと言いたかったんでしょうけれども マックのですねてりたまという、えー、広告が出ていると、これは秋に発売されるものなので、結局、去年のデータだったと、去年の映像だったということで、えー、とつ造ということが、まあ、判明しました、ね、だからこう、まあ、気が緩んでいるから、えー、気を引き締めなさい,、えー、とい、家から出ないようにと。 まあもっと言えば家から出ないでテレビ見てなさいとそうすれば視聴率上がるからということを言いたいんでしょうけれども非常に印象操作がひどいということですねあとは小さい方を見ていただきたいのですが、えー、と新型ウイルスに感染した人がいたら本人のせいだと思う、ね、でそう思うというのは日本人は、えー、と15%いるということなのですがこのグラフは非常に立ちが悪くてですねこう あまりこう数学とか算数をやってきてない人からすると,、えー、と本人のせいだと思う人が日本人の大半であるような見方のグラフなのですが落ち着いてみてほしいのですがそう思わない人は84%もいるということですつまりほとんどの人は別に本人のせいだと思わないということです、ね、なのに本人のせいだと思うというふうにさせていかにもこう えー、絶対に感染するなよと、ねえー、いうことで、非常に恐怖を煽るような、えーまあ、グラフの書き方に、ね、なっています。いかにもこう、感染したらみんな離れていくぞと言わんばかりの、あ非常にこう悪意のある、えー、グラフということになっています。うんまあ、こうしてるのはやっぱりこう テレビ局には意図があるから、ですね一番視聴率を上げたいということはあるけれども、あとは何か裏と結びついて、ですね、えー、荒の方向にこう導こうとしていると、新しい生活様式というのもこう荒らの方向にこう結びつけようとしているなという感じがこう私としてはして、ですね今、私の関心としてはウイルスそのものというより、その先にあるものですね。 えー、まあ政治などがどのような方向に導こうと企んでいるのかというそちらですとかあるいは、えーまあ、今後の人間関係をどうしていこうかというところにこう関心がいっています、まあ、こうちょっと、えー、私なりに熱く語ってしまいましたけれどもまあこういったことはですねまあ YouTube 上で、えー、だからこう まあ、あなたがというかこう、えー、希望してこう再生ボタンを押してくださっているからこうありがたく話をさせていただいているのであってあのところ構わず誰に対しても私は話しているというわけではありません、えーとまあ、ちょっと人を見てというかですねあ、まあ、この人はおそらくあの聞く耳を持っていないだろうなと、うん、あるいは非常にこう偏った考えに凝り固まっているなと。 で言ったら多分怒り出すだろうなという人に対しては私はこう言わないようにしていますしこう極力合わせるようにしています、まあ、ただし、ですね、やっぱり、えー、とそういう方と付き合うというのはやはり私にとってもかなりのこう精神的な負担になるのでこうできるだけ付き合う機会というのはもう減らすようにしています。まあ、あの個人もそうですし、あのー 世の中もそうです。正直、今の街の雰囲気というのは、えー、私にとっては異様に感じるので、えー、と必要以上の外出というのは私はこう今年に入って本当に減りました、まあ、別にそのこと自体はあの自己投資の時間が増えたということなので、えー、別に構わないのですけれども,もう今後、まあ、仮にこのウイルス問題が終わったとしても、えー、とこの流れというのはもう続いていくのかなという感じがして。 まあ人間の,その本性というものあるいは世の中の本質というものがこう見えたという意味では私にとっては非常に貴重なこう学びの機会にこうなりました、うん、もしかしたらこの騒動が終わった後大体の人はえとまあのどもど通れば道理が引っ込むという感じでこうやれやれという感じで何事もなかったかのようにえ過ごす方もいるかと思います実際あの 2011年の大震災の時も、えー、とそこからこう特にあの終わった後何事もなかったかのように過ごしている人も結構いましたけれども私はあの地震の時にやはりこうもうギタリストにならなければということで思い切ってこう仕事も変えたということもありました今回も結構私なりに大きい学びがありましたので、えー、とこのことはです、ね、あの騒動が終わった後も忘れずに、ね、大切に あの過ごしていきたいなというふうに思います。まあ、とにかくあの今のテレビというのは非常にこうまああらの方向に導こうとしていますので、基本的には見ない。え見るにしてもえっ、ー、と非常に注意して見る必要がありますよということをまあ、ちょっと今回お伝えしたくて動画を,あを上げさせていただきました。ね、それでは今日もね一日お元気にお過ごしください。ありがとうございました。